まあ、バトスピリーグはもうガチなんで、まあ、こっちもねエクギ以上にちょっと本気を出したいなと。ガーディアンやエイジスが一切出てこないのは初めてだと思うので、本当にユーザーチームだけっていうのがとても新鮮で、まあ、相手は伝説のプレイヤーたちなので、まあ、特に下手に出る理由がないと思うので誰が来ようと勝ちます。やっぱり日本、まあ、あるいは世界トップ層だったりとか本当にやる気のあるアクティブなプレイヤーがみんな揃ってると思うんでワクワクしてます。全国のカードショップがスポンサーとなる4つのチームで争うリーグ戦となっております。そうですね、激ヤバ最強チームですエクストリームリーグで、まあ、全勝できてるので、まあ、今回も勝てるかなと思ってます。一番上の層のさらに上を行きたいなって思ってます。追いかけられる立場だと思うんで、まあ、まあ追いついてみろや。たとえ相手が年上であろうと勝つことができると思います。やっぱ若い勢いそのままに他のチームに全勝できる勢いで頑張りたいと思います。負けに来たつもりはないので先輩方絶対倒します。東北の意地を見せつけたいと思います。初出場なので自分の実力がいかに通用するかとても楽しみにしてます。誰が来ようとやることは同じです。勝ちます。一番レベルの高いバトルを見せれるんじゃないかと思います。まあそうですね、まあ、一番強いですいやもうバトスピはうちがティア1ですから間違いなく優勝すると思います。いやもう気合は一番あります。もう一度アタック、なんという速度でのさあどうだ、この判断がチームを導く。ナイフを削り切ったシーズン1バトスピリーグ制したのは、まあ、負ける要素がないから普通には負けないですね。絶対勝つ気持ちでぶっ潰してやろうと思います。勝ちます。全力を出していきたいと思います。叩きのめしたいと思ってるんで勝ちますね勝ちます。バトスピリーグ開幕。さあ始まりました新番組バトスピリーグ。はい、本日の進行そして実況を務めます e スポーツキャスターの田口翔英と申します。どうぞよろしくお願いいたします。解説にはこの方にお越しいただきました。バトスピプロデューサーのヤッキーさんです。はい、ヤッキーです。今日は新番組スタート初回ということでちょっとお高めな栄養ドリンクを飲んできました。よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさらにですねアシスタント芦澤かすみさんです。はい、芦澤かすみと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この3人でバトスピリーグをお届けしてまいりたいと思っております。改めてよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでバトスピの番組ってのは初めて出演するわけで、うん、並々ならぬ緊張感がありますやっぱり発言場というものは奥深いじゃないですかバトスピって。いやそうですよね、うん、バトスピ実際にやられてます？やりました。もちろんその実況するにあたってやったんですけど、いかんせん奥が深すぎて、はい、いやそうですよね、今までやった現場の中で一番脳みそを使う仕事だと思私もその構築部済みのデッキを買って回してみたんですけど、やっぱりその考える頭がまだできてないから、これを皆さんパッパパッパとプレーをしているんだなと思うと、みんな頭いいなって思っちゃう。いやこれをバトスピをやれば頭が良くなるっていうことで、はい、ぜひぜひ。さあ改めて今回から始まるバトスピリーグですね、簡単にご説明させてください、はい、全国のカードショップがスポンサーとなる4つのチームで争うリーグ戦となっております。各チームのメンバーが3人合計12人のトッププレイヤーが集まって1ヶ月を1シーズンとして開催し、通算3シーズンこちらをですねリーグ戦形式で戦い抜いてもらうということになっています。1シーズンごとに優勝チームを決めて最終的に3シーズンの総合優勝このチームを決定するというフォーマットになっています。もちろんね賞金も出されるということなんですけれども、いやそうですね、やっぱり3シーズンということで、まあ、試合数もそれなりにあるんで、うん、まあ、もちろん1月
の試合が大事になるはなるんですが、はい、まあ、1回目どんだけ悪かったとしても2回目3回目チームで一丸となって頑張れば優勝目指せると思うので、ぜひぜひ。これからはチーム戦の妙というものもね、そうですね、出てきますから。さらにですね、各シーズンそれぞれのプレイヤーがバトルできるのはたった1回のみということになっております。各チーム毎回違うプレイヤーがねバトルを繰り広げていくというところです。早速ですね、このバトスピリーグを戦っていただく4つのチームご紹介いたしましょう。こちらです。今シーズンを戦い抜く4チームは、シーガル。その本拠地は宮城県仙台。市街地にある店舗には県内のみならず、腕に覚えのある東北のバトスピプレイヤーが集い、熱いバトルを繰り広げている。そんなチームの選手たちは、リーダーケン、三男草飯。東北のバトスピってどうしてもなんか地方なんで遅れがちだなと思われがちなんですけど、それを払拭するためにシーガルに通う3人で組んだ精鋭のチームです。山形でバトスピやってる中でも結構上位に進出するプレイヤー3人を集めたので、絶対勝てると思います。対戦相手のチームの方と今日見てくださってる方々に東北のレベルの高さを思い知らせたいと思います。熱い郷土愛とバトスピ魂を武器に、バトスピリーグ初代王者を目指す。ドラゴンスター。その本拠地は大阪府日本橋。言わずと知れたカードショップ激戦区で3店舗を展開。圧倒的存在感を見せる繁盛店が前回のバトスピエクストリームリーグから選手を変えて引き続き参戦。そんなチームの選手たちは、リーダー直也、優雅、ブレイ。ドラゴンスターもいろんな人がいて、やっぱコントロールが得意だったり、まあ、速攻が得意だったりの人がいるので、各チームのメンバーでいろんな戦術が見れると思います。うちらのチームは全員20歳以下なので、怖いもの知らずの部分もありますので、その部分を生かして他のチームに使っていければなと思います。大人たちにも十分勝つことはできると思っています。チーム優勝を支えれるように勝っていきたいです。アンダー20、バトスピの未来を担う若きドラゴンたちは、ベテランプレイヤーの中でその感性とひらめきを発揮できるのか。ティア1。その本拠地は東京都渋谷。新しいトレンドを生み出し続ける渋谷の一等地に去年堂々オープン。カードショップ業界でも新しい風を起こすニューフェイスがバトスピリーグに参戦。そんなチームの選手たちは、リーダーエビラ、キョウ、ミツキ。店舗の中では一番新米ですけど、もうメンバーはもう最強なんで負ける気はしないです。バトスピチャンピオンシップのエリア代表に6回なっていて、世界大会で上位に優勝してる僕がいるので、負けないです。今回のバトスピリーグはただのガチンコのバトスピの勝負になってくるんで、今回のメンバーも踏まえると勝てるんじゃないかなと思います。カードショップ業界の新参者はバトスピリーグでどんな新風を巻き起こすのか。カードボックス。その本拠地は大阪府日本橋。関西エリア最大級、180席のバトルスペースを有する。前回のバトスピエクストリームリーグ王者がその看板を引っ提げ堂々の参戦。そんなチームの選手たちは、リーダーグレン、シュン、
指導。今回は追われる立場というか追いかけられる立場だと思うんで、まあまあ追いついてみろやって他の人たちにはやっぱ思うんで、すごいワクワクしてます。僕があんまり強くなかった頃とか結構憧れてた人たちがいっぱいいるので、まあ、その人たち超えていきたいかな。僕のやることは誰が来ても勝ち切ることなんで、負けるわけがないかな。名実ともにバトスピ界の最高峰、ディフェンディングチャンピオンは再び王座につくことはできるのか。果たしてファーストシーズンを制するのは。はあ、本当にいろいろ特色があって分かれていて、それぞれねどんな戦い繰り広げるのかが楽しみなわけであります。本当にこう最高峰の試合をね目にできるというのはいかがでしょう。そうですね、やっぱりその一番極めた人たちの試合が見れるっていうのも嬉しいですし、やっぱりリーグ戦っていうことでその人同士の読み合いだったりとか、やっぱり強いデッキはたくさんあると思うんですけど、そこじゃないデッキを持ってくる人も多分いらっしゃるんじゃないかなと、まあだからそういう点では本当にどんなデッキが出てくるのかなというところも皆さん楽しみにしてるんじゃないでしょうか。ファーストシーズン各対戦組み合わせはくじ引きで決定。第1試合の対戦カードはカードボックスグレン VS シーガルケン。いやーもう慣れたと思ってたんですけど慣れてないですね、やっぱりめっちゃ緊張します。やっぱり日本、まあ、あるいは世界トップ層だったりとか本当にやる気のあるアクティブなプレイヤーがみんな揃ってると思うんで、そういう人たちと戦えるのはすごい嬉しいです。一番ワクワクしてますアルパラと呼ばれるデッキを持ってきました。まあ本当にグッドスタッフって呼ばれるデッキで、1枚で強いカードっていうのをこう40枚入れたっていうデッキなんで、まあ、引いたカードで戦えるっていうのが逆に強み。だから意外とその今までのデッキみたいにこうなってこうなったらこうなって強いみたいなのが、まあ、普通のデッキよりは少ないんですけど、ただこうそれがない分相手にこううまく対応できたりとか自分のやりたいことを押し通したりとかっていうのがその都度変わってくるんで、逆にそういうのがちょっと難しいデッキだなと思ってます。分かりやすくなんか去年はもうブランクだったかなと思ってるんで、あのチームに助けてもらった部分が去年は多かったんで、今年は僕が逆に助けたいなって思ってます。頑張ります。初めての出場としなんですが、考えるベストメンバーは揃ったんじゃないかなと思ってます。そうですね、ちょっとそうそうたるメンツだなと思ってます。バトスピする以上ね、同じ人間なんで絶対勝ち負けは成績だけに決まってないと思いますんで、今日はゴッドデクスデッキを持ってきました。ゴッドデクス次の方での6点ラッシュの効果で辛抱6点が作り出せるので、これで一撃で決める、これがベストムーブだと思ってます。いやー緊張もあるし高揚感もあるけど、トークでのバトスピの意地を見せつけたいと思います。そんな2人のデッキリストを解説。デッキ構築については同じ、まあ、同名のカードはチーム内で3枚しか使用することができません。またデッキはですね1シーズンごとにリセットされるという仕組みになっています。まあ、今回使用できるカードが、まあ、新天聖編第4章が発売前ということで、はい、まあ、逆にその新天聖編第3章までの環境が成熟した状態なので、おそらく皆さんすごい完成度の高いデッキを、まあ、持ってきてるんじゃないかなと。ある種この環境の結論が見られるんじゃないかなっていう。そうですね、まず両者の、まあ、デッキですね見てまいりましょうか。まずはグレンさんの使用デッキです。アルパラと呼ばれるものでよろしいんでしょうか。そうですね、まあ、世に言うアルケイとパラディンが入っていたデッキ、まあ、制限カードにお互いになりまして1枚ずつなんですが、まあ、しっかり入っておりまして、はい、まあ、やっぱり青と、まあ、緑を主軸に戦っていく、まあ、多方面を見れるデッキとなっておりますね、うん、はい、そうですね、フィニッシュ手段が複数ありますが、まあ、どうしてもやっぱりカウントが増えれば増えるほど、まあ、強くなる、まあ、3以上になると、強くなるカードが、多々ありますので、まあ、しっかりカウントを増やすような動きがしていけるかといったところが注目かなと思いますね。序盤どういった動きをするのが理想でしょうか。そうですね、まあ、やはり緑の世界からスタートしての、アントレス、ロストソードであったり白牙老天、うん、こちらの方を、まあ、2ターン目に、出して転生していくっていう動きが、まあ、コアも増やせますし、
まあ、白画露天では手札も、はいはい、状況によっては、破棄していける最大2枚破棄できるということで序盤のテンポを作っていけるカードかなと思いますね。はい、はい、さあこちらグレン選手のデッキに対してシガルケン選手のデッキです。さあケン選手のデッキなんですが、まあ、ゴッドゼクスを、主体としたデッキとなっておりまして、まあ、特徴としては終わりの世界、こちら、転生カードの方はまあ1枚制限になって1枚なんですが、はい、通常版の終わりの世界の方も3枚入っているということで、まあ、ゴッドゼクスを最高レベルにして、まあ、早いタイミングで勝ちたいという思いが、例えば相手のデッキをメタルという視点においてはこれがキラーカードになるのではないかという1枚お互いありますでしょうか。そうですね、まあ、グレン選手に関しては、まあ、ボーンシャーク号等で、まあ、召喚獣を、まあ、先行であれば止めていくと、まあ、ケン選手6点兵から、動いていって、まあ天魔信長のアクセスだったり、まあ、ゴッドゼクスを引き入れたいっていう場面ありますので、まあ、そちらが刺さってくるのではないかなと、まあ、ネクサスをこう破壊したく、まあ、絶版ドン等の、カードも入っているんですが、まあ、そちらの召喚での、ネクサス破壊といったところも止めていけるカードとなってますね。なるほど。さあ、早速バトルに参りましょう。まずはこちらリーダー対決です。先攻カードボックスグレン選手、後攻シーガルケン選手、ゲートオープン開放。お願いします。お願いします。お願いします。これで、はい、お願いします。じゃあ先手いただきます。はい。さあということで先行はカードボックスグレン選手からということになります。トップドローは青の世界でしたがスタートはボンシャーク号です。しっかりボンシャーク号を引けているので、そうですね、召喚獣を止めていけるいい動きですね、うん、さあ対してトップドローこちらターンは返っています。ゴッドゼクス地の方、しかしどうでしょう、6点兵スタートではないというところで、はい、そうですね、まあ、召喚獣が止まっているので、紫の世界からスタートできるのは最低限良いところではあるんですが、手札がちょっと重めですね、はい、ボトゼクスがかなり来ているのでここで絶版ドンです。エンドします。はい、じゃあコアステップでローステップ、ターンが帰ります。よし、ジークフリード。改めてこのグレン選手側ですが、まあ白画廊だったりアントレスを着地させたいというプランだったんですが、ちょっと見えてない状況です。そうですね、ちょっとそこら辺から入れないので、まあ、相手が紫の世界だけだと、まだどのデッキかの全容がわからないので、はい、さあ青の世界を出してしまうと、例えばこの後グランウォーカーが来てグランウォーカーの子を取り除きたいとあった時に、はい、ちょっともったいないなというところもあって、うん、さらにボーンシャーク号を張るのか青の世界を張るのかと悩んでいるところですね、うん、いうところになっています。さあこの2ターン目悩みます。手をかけてアレックス、アレックスですね、うん、アレックス。改めてこれはどういった意図があると。そうですね、やはり召喚して、まあ、ドローを、手札のところが、はいはい、ないので、まあ、進めていきたいというところですね。ワンドロー、あの世界が2枚目、もうここは張っていく。そうですね、2枚出たということはもう張っていきたいですね。はい、さああわよくば残ってくれると次のターンも同じようにドローとコアブが、どちらかできますので、まあ、そういう意味でももうここは思い切ってやっていたところですね。まあ、そこがささっと終わりの世界を引けているな。終わりの世界を出しつつ、まあ、ストロングドロー等で探しに行くっていう選択もあるかなと。ストロングドローはデッキに3枚入っているという状況、あとドローソースとしては、まあ、マントラドローが1枚マジックとしては入っています。ストロングドロー、さあここでどうでしょうか。参考していただきます。さあどうか、3枚ドローの2枚破棄、6点兵、終わりの世界、うんうん、そして天信長です。ああそうですね、まあ、終わりの世界と天信長が来たのは良いですね。ただ2枚破棄、さあ2枚の破棄のところ、ちょっと破棄カード考えます。そうですね、まあ、終わりの世界転生の方が、来たので、うんまあ、もう1枚の終わりの世界を破棄するのか、まあ、ゴッドゼックス自体も、まあ、被っているところを、破棄していくかで、絶版ドン自体が今降臨でしか、使えない状態なので、はいまあ、4コス以上が今いない状態と考えると、まあ、召喚時でネクサスを破壊できない分、優先度は落ちてくるかなと。そうですね、まあ、ボンシャーク言ってしまえば6点兵だけしか、まあ、召喚時、まあ、絶版ドンも、はい降臨で使うと考えれば良いので、うんうん、というところですね。破棄は地の方と終わりの世界です。まあ、被っている地の方と、まあ、終わりの世界自体も被っているところなので、はいまあ、ここはもう一気に攻める盤面で展開をして、うん攻めるプランかなと思いますね。ちょっとアレックスを残してしまうところが、
苦しいところと、今紫シンボル一つありますので、一応終わりの世界3コストで出せるのを少し悩んでるところですね。さあここでターンが返ります。先行3ターン目、トップはアントレス。強い勝ったかなこれは。さあロストソード来ましたので、まあ、ここで、アタックするだけで、転生して3コアできる状況ありますので、はい、ではアレックスって流れて効果使う、はい、差し切りなしアレックスの効果です。さあ、まあ、相手のケン選手のデッキがもうゴッドゼクスと分かったので、はい、さあ相手の盤面整う前にこちらもしっかり動いていって、うんまあ、コアを増やしていってフィニッシュに行ける、うんうんはい、プランを。ではバックステップあります。さあ、ね、で死に効果を転生を保証します、はい、さあここでアントレスロストソードからギオビーストアントレスへと転生。これでコアが3個増えますね。一気にブーストしていく。その後に紫の世界で変わるので使いますか。使います。じゃあ、こちらいます、はい、でフラッシュがある。あるいはこの次のターン先行まで回ってしまえば一気に追い詰められてしまうというプランが見える。剣としては何を悩んでいるシチュエーションでしょう。フラッシュがあります。一応まあ、フラッシュが、さあミュージックですね。さあフラッシュの返しがあると思わせるためにも、まあ、即答ではなく、まあ、悩んでいるところが効率の方までいいかなと思います。さあそしてミュージックフリード。そうミュージックフリード来ましたね。さあ剣指定なのでシャイニングソード10が確定でめくれるここですね、はい、6枚目にありました。はい、でフラッシュさあこれでブレイブの召喚時効果で紫の世界を破壊できるので相手のフィールドも処理してきましたね。さあこれで盤面がオールクリアというところ。回答札は持ち合わせているか。ケンでこれでそちらのフラッシュ、こちらフラッシュはないです。こちらもないです。ライフ2点いただきます、はい、まずは2点、はい、では特に提示とかありますか。特に今はないです。なければバセクシュー回復を転生しないです。して回復です、はい、では続けてもう一度アタック。これが通るといよいよ転生してアタックに来てしまうが、フラッシュはないです。じゃあないです。じゃあ2点いただきます。2点を、はい、2点ライフで受けて、はい、提示ありますか。こちらは特にないです。提示なので青の世界が転生ですね。青の世界が転生、出てくるのは青き維新。では続けます。はい、アタックします。アタック、これを。さあ最後の2点。ないです。こちらもないです。返す話はありませんでした。まずはリーダー対決。制してみせたのはカードボックス代表グレン選手。今の率直なお気持ち聞かせてください。まず一安心というかすごいドキドキしてたので。あとやっぱり上から積もってくるカードがすごく、もう考えてたプランをこう一新させるぐらいすごい強かったんで。すごい分かりやすかったというかやりやすかったです。RK パーティンっていうデッキタイプとしてこのターン紫の世界だけで十分耐えれると思ってターンを返して、うん、次のターン6点いくプランが何パターンか見えてるなと思って、うん、これは勝てると思ってターン返したので、うん、さすがに急転直下といいますかびっくりしました。いや乾杯です。まずは前回王者のカードボックスがリーダーグレンの勝利で好発進。対するシーガル、ここから巻き返しなるか。次回ドラゴンスターナオヤとティア1エビナのリーダー対決、勝つのは